株式会社 KDDI 総合研究所は KDDI 参加の研究所である。元々は1953年に国際電信電話が設立された際に当時の日本電信電話公社研究所から国際通信に関する部門を分離して発足した KDD の研究部が前身。埼玉県富士見野市にあった国際電気通信福岡受信所の跡地にある。 現法人は1998年に KDD の改造に伴い株式会社 KDD 研究所として子会社化されたもの。2000年に親会社の KDD が第二電電と合併したことに伴い、2001年に DDI 参加の株式会社、京セラ DDI 未来通信研究所設立と合併し、株式会社 KDDI 研究所となり、さらに出資比率の調整のため、 トヨタ自動車に対する第三者割り当て増資を行い、現在の人用となった。もともと国際通信に関する研究から出発しているため、衛星通信や海底ケーブル等に関する研究に強みを持つ。2016年10月1日付で株式会社 KDDI 総研を九州合併して株式会社 KDDI 研究所から 株式会社 KDDI 総合研究所に称号変更した。ありがとうございます。